瀬戸康史の動画。2002年3月、私は、大学を中退してしまいます。辞めちゃった。で、こっからよ。奨学金がだからそこで終わるわけ。2、3年奨学金を私もらいました。で、そこで奨学金終わり。で、実はですね、ここに私ちょっとメモを開いてまして、なんか電話とか役所とかさ、そういうどっか電話するたびにさ、何月何日にどういう話をしたっていうのを一応記録してるのよ、忘れないように。で、そのメモが昔からちょっと断片的に残ってるんで、じゃあこのメモを発見したことがきっかけでちょっとこの動画撮ろうと思ったぐらいのメモなんだけど、昔のメモが出てきたね。2002年3月退学とかっていうのもここに書いてあったの。で、このメモを読むと、返還開始月、僕が奨学金を返還し始めた月っていうのが2004年9月からって書いてあるの。2002年に退学して、だから2年半経ってそっから返還開始って書いてあるから、このタイムラグはちょっと何なんだろう、ちょっとよくわかんないんだけど、2004年から僕が24歳の時から返還がスタートしました。はい、月にね多分2万ぐらい、まあ毎月ね返済していってね、もうこのままだから普通に、別に大学辞めちゃったけど奨学金普通に毎月さ2万ずつ返していけばそのうちなくなるからね、まあただ返せば終わりですよ。でも私、2005年で支払いが止まってしまいました。2004年から払い始めて2005年で止まりました。で、次私が日本学生支援機構に電話してるんですよ。2004年に払い始めて2005年で止まって、で次僕がアクションを起こしたのが2012年です。12年、7年6ヶ月後ということみたいです。だから2005年で止まって7年6ヶ月僕は奨学金を滞納しています。だからほったらかしにして払ってないね、時期が続いた。だから2005年っていうのはもう VV 状態、もう俺人生の頂点というか、人生の頂点って言ったらあれだけど、なんかその若さの青春の頂点みたいな、こうなんか一番エネルギーがある若かりし頃の、だ今のね若い YouTuber みたいなもんですよ。うわーみたいな、俺はやるぞーみたいな、うわーなんか面白いことねえかーみたいな、もう勢いが有り余ってて、もうだ劇団のもう舞台でも暴れ回ってた時です。うわーみたいな、もう一番だからネット上で見る瀬戸康史っていうのはもう30歳なんですよ。29歳から始めたからもう30歳のちょっとだからもう年老いてる瀬戸康史なんだけど、俺が劇団の頃にいた瀬戸康史はもっとブワーってなってるから、それをねちょっと皆さんに見せてあげられなかったのはちょっとね残念ですけれども、あとしかもイケメンだったからね俺。ちょっと今の発言良くないな。イケメンだったからねはね、なんかもう昔自慢みたいになってきちゃって、じゃこれ言わないようにするわ。で、なんだっけ、うわーとか言ってたら忘れちゃった。そう、だからイケイケだったのね。でさ、お金もないし、しかも劇団とかやってるとさ、まあ、劇団やったことある人分かると思うけど、その公演やるごとにさ、稽古期間あるでしょ。だからその間はさ、バイトとかもさ、なかなかやりづらくなったりとか、しかもそのチケットノルマっつうのがあってさ、お客さんを呼ぶためにさ40枚だったかな、俺のとこは40枚買わされるわけで、チケット1枚2500円だったら、はい40枚チケット買ってねって言ったら、これ10万だから10万円借金して40人に売れればそれがチャラになるけど、40人俺らは友達いないから全然チケット売れなくて、公演を重ねるごとに借金が増えていくみたいな、劇団で。でもまあ劇団だから、まあそこはさ、まあ康史はねお客友達いないからみたいなの許してくれたりはしたんだけど、もうどんどん劇団に借金が溜まっていくみたいな、全然客呼べなくて、勢いはあるんだけど全然客呼べないみたいなさ、ただの迷惑なじゃん。舞台でブーってやって康史客呼んだのかって、全然客来てないみたいな、俺の客がいないっていう、ただの迷惑なやつだったんだけど、あ、そういうまあイケイケのね青春の頂点なわけですよ。だからね、またいいとは言わないよ。だからもうお金のことなんかもめちゃくちゃ、じゃあ奨学金とかじゃなくて、また保険とか年金とかさあるじゃん、もう払ってなかったり払ったり払ってなかったりとか、もう何にも管理してないって状態。え、あな、いつ払ったっけみたいな、なんかもう忙しすぎて、毎日がバイトして、もう毎日家賃払うのでいっぱいいっぱいでとかさ、やっぱそういう時期だったのよ僕は。良くないよ、良くないんだけど、そういう時期だった。
でその状態でイケイケのまま奨学金がいつの間にか忘れ去られて、しかもねこの日本学生支援機構さんはまあ優しいですから、基本的に奨学金は優しいです。あの後でちょっと また言いますけど、優しいの、あのやっぱねちょっと払わなくてももうちょっとほっといてくれるっていうか、あのあんまりそのねサラ金とかじゃないから、あのあんまりガツガツ来ないのよ、ね、だから俺もまあそれに甘えてしまってね、ずっとほったらかしにしてたんだけど、じゃあなんで2005年で支払いが返済が止まって2012年に俺が日本学生支援機構に電話したか、これなんでか分かります？やべえと思ったからなんだよね。やべえっていうのがなかったらずっとそのまま人間ってほったらかしにしますから、人間ってまとめちゃったらダメ、俺みたいなクズみたいなやつはこうほったらかしにしちゃうんで、めんどくさがりなやつは。なんで電話わざわざね電話番号を調べて電話したかって言うと、それはやべえって思ったからですよ。でなんでやべえって思ったかっていうと、それはねいろいろ来るの。さすがに7年6ヶ月滞納すりゃいろいろ来ます。はい。これはもう詳細覚えてないけれども、まずは書面でね払ってないですよみたいなのがちょこっと来つつ、ジャブみたいなのが来つつで、ちょっと堅苦しいやつがその後来て、督促なんとか督促状みたいな、これ以上払わなかったらあなたの財産を差し押さえることになりますとかってのを来たりとかして、でも俺はもうそういうチャランポランだから、もうそういうのもはいはいはいみたいな感じでやっちゃうのよ、ね、これだから奨学金を返済しない人がまあたくさんね今も問題になってたりするけど、まあそんな感じだと思うの、はいはいはいみたいな、はいはい分かりました、そのうち払います、はいみたいな、でくしゃくしゃポイみたいなやっちゃってると思うの、うん、よくないよ、もう絶対ダメなんだけどそういうのは。でそれが続いて多分ね親とかに電話が行ったと思うんだよね、親戚親とか親戚とかに広がっていくの、その俺がしかとしてるとそっち側に行っちゃうんだよね、うん、それでそういうのがあって俺は電話することに至ったんだと思う。でも2005年の時返済が滞った時は俺25歳、ね、2012年また電話した時っていうのは俺32歳だから、だ結構なんつうのこうまあ精神的にももう YouTube も始めちゃってるけどね、もうこの時もう始めて 2,3 年経ってるんだけど、ちょっといやこのままじゃいかんってなったんだよね。で返そう、ちょっとずつでもいいから返そうっていうことで、まず僕がどうしたかっていうと、まず電話すること、まず電話する、だから借金今はね奨学金借りてってもうどうしていいか分かんない、もうだっていくら払ったかも分かんないし 残額がいくらかも分かんないって人はまず電話、うん、聞こう言おう、うん、すいません払ってなくてすいませんでした、これからちょっとちょっとずつでもね、今ちょっと2万きついんですけど1万ずつなら払います、うん、1万ずつでいいんで払いたいんで、ちょっと今残りの金額とあとどういう風に返済プランにしていいかちょっと相談させてくださいって言うと、ちゃんとねコールセンターでは対応できませんので別の部署からまたお電話させていただきます、ガチャっつって別のところから電話かかってくるから、俺そのパターンだったから、じゃあ書いたらコールセンターでは対応できないから別の部署からまた改めて電話って書いたから、まあ特別対応みたいなのしてくれるんですよ。でその別の部署の人が多分ね手でこうパチパチパチって電卓とかで俺のデータ調べてくれて昔から、で聞いたの、俺がトータルで借りたお金146万円まあ端数はちょっと省きますけど146万円約ね、で2005年まで1年間払って、残額が121万円まで減らしました、だから25万円ぐらいを払ったね、2005年までかけて、ただその後俺7年6ヶ月間90ヶ月滞納した。第一種奨学金っていうのは利息がかからないんですよ、だから146万円俺借りたけど、それはだから何年ずっと返済しててもだから146万円は146万円のままなの、ね、そのままお返しすればいいっていうやつなんだけど、延滞すると延滞金がかかります、だから支払いが遅れると延滞金がかかる、だからツタヤみたいなもんだね、遅れるとどん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 上乗せされていくと、でその延滞金っていうのが2012年僕が電話かけた時点で31万4千円になってました、はい、つまり合計すると152万円になってたっていう、だから最初146万円借りたはずなのに2012年になったら152万円になってたっていう、増えちゃってる、だこれがその奨学金で破産してしまうっていう人のパターンなのかなっていう、だから俺もちょっとだから陥ってたのそこに、
落ち着いたとかお前が悪いんだって話なんだよ。これ基本的に俺が悪いよ、おめえが悪いじゃんって全部突っ込んでこの動画を叩き潰せるから、それは覚えておいてほしいんですけど、俺何も偉くないからね。152万円になっちゃってたので、そっからよ、まあ、それを聞いて愕然とするわけだね。でも俺は電話かけてるからもう払おうっていうなってるから、じゃあこっから2万円はちょっとね厳しいですけど、 だから俺 YouTube 始めたけど多分その時お金全然なかったと思うんだよね。最初だって YouTube 俺お金もらってなかったからさ、収益化でき始めたばっかなのかちょっと忘れちゃったけど、まあ全然稼げてない時だね。で毎月ちょっと稼げてねえくせにお前何時間レフカメラ買ってるじゃねえかみたいなのは遡ればいっぱい出てきちゃうんで、なるべく見ないようにしてください。返せる金あるくせに違うもん買っちゃうわけね。それはもう分かってるんです。そういうものです。そういうものですじゃないんだけど、返せない人もいると思うけれども、めんどくさくてほったらかしにしてお金あるくせに違うところに回してしまう人がまあほとんどだと思ってるから、まあそういうふうに言っとくけれども、毎月1万円ずつでもいいからちょっと返したいんですけどって言ったら、わかりました、ね、日本学生支援機構の人がこう試算しますっつって、パチ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 ってちょっと しばらくお待ちくださいっつってやってくれて、2012年の段階ですよ、毎月ですね、1万円ずつもし瀬戸さんにお支払いいただいた場合、ご返済いただいた場合ですね、ちょっと今試算してみたところ、2032年4月になってもちょっとまだ終わってないですねって言われて、だからその2000なんか多分こうパソコン上でその2032年、だから2012年の時点で話してるから多分20年分までしか試算が出ないんだろうね、その機械のあれで、その機械のあれで20年分返して返済プランを立ててみたんだけど、それでもまだちょっとなくなってないっすね瀬戸さんって言われて、で2032年ってだって俺52歳だぜ、俺52歳になって奨学金ずっと返し続けてるってさ、それもそれでどうなのよってさ話じゃんね。俺どんだけ払う、もう人生だって50まで俺人生奨学金じゃんみたいな、奨学金で終わっちゃうじゃん人生みたいな、だって52でね生きているかも分かんないじゃんそんなの、もう奨学金で死ぬのかよみたいなさ、破産はしないけどずーっと奨学金のまま死ぬみたいななっちゃうから、うわーって思って、だから1万円は現実的じゃないって言われたの。ちなみにその内訳は1万円毎月払った場合、元金を減らすのが5300円で、残りの4700円が延滞金の分だから、ほとんどだから半々で払ってるみたいな感じになって、だからしかもその何払ってまだ払って払えてない分に関してはどんどんその延滞金が日々かかってくるらしいから、だから全然相殺できないみたいな、追いつきません1万円ではって言われて、マジですかみたいな、やっぱり瀬戸さん毎月2万円にしていただかないと厳しいですって言われて、で2万か頑張れば払えるんだよ、頑張れば払えるんだけど2万かなるじゃん、だって他にいっぱいある、だから年金とかも払ってなかったら保険もね払、俺だってずっとさ国民保険をずっと払ってなくて、若い時ほったらかして歯が1本 なくなっちゃったんですよ、ここね、虫歯ほったらかして、そういうのとかあって本当にねほったらかしちゃうの俺、よくないんだよ、うん、よくないんだよ、これやっちゃダメだよ本当に、そういろいろ払ってないお金とかがあったから、うわーもう奨学金2万持ってかれんのかみたいな感じになっちゃうわけね。で、2万払うかってなった時に向こうからちょっと提案いただいたことがあったんですね。実は、この延滞金、今私電話した時点で31万円あるって言いましたけど、この延滞金っていうのは60ヶ月分、つまり5年分、5年間支払いが遅れた5年間分の延滞金に関しては、申請することによって免除できる、ね、5年間はだから遅れても免除できるっていう制度があるみたいで、まあこれは分かんないよ、今はないかもしれない、ちょっと使いたい人は調べてあと電話していただきたいんだけど、僕が電話かけた時はそれを言われて、で5年分はだからその30万のうちその5年間の延滞金の分 何万か分かんないけど、まあ多分20万分ぐらい、20万円分ぐらいは免除できるっていう風に言われて、あじゃあそれ使いたいです使いたいですってなるじゃん。そしたらその60ヶ月の免除申請っていうのはできるんだけど、そのためにはその5年間そのだから自分の所得証明、だからこの5年間払えなかったのは私が給料が少なかったからですと、
生活が苦しかったから払えませんでしたっていうことの証明だから、誰でも延滞金をだから免除してくれるわけじゃないってこと。だからその5年分の所得証明を出して、それで審査が通れば、じゃああなたはまあ給料が少なかったから、じゃあ免除してあげますよって。でも俺はそれで慣れる確信があったの。全然稼いでなかったから、バイトしかしてないからさ。しかもバイトも朝のバイトとかしかしてなくて、月10万ぐらいしかもらってなかったから、月10万で家賃5万のとこ住んでたからね。うん、あと5万でだから自分の生活費とか携帯代とか出してたんだけど、だから給料が低い自信はあったから、まあ、それ通ると。ただですね、ここで一つ問題が生じましてですね、僕が支払いが滞っているのが2005年からなんだけど、この所得証明っていうのが、5年前までしか出せないらしいのね、普通。だから俺が電話してるのは2012年だから、2007年分の所得証明までしかもらえませんよ、瀬戸さんと。つまり瀬戸さんは2005年から滞ってるから、その2005年から2007年までちょっと追いついてくれないと、この5年間の延滞金の免除は使えませんって言われて、で、私はここからまた2万円ずつ払い始めるわけです、はい。でこっからどうなったかというと、今2012年3月の話だったんだけど、もうちょっとここでなんか途切れてるんだよね。でこっから払ってたのか払ってないのかちょっとよくわからない状態になって、結局次俺が電話したのが2014年5月もうさ、今2018年だからもう4年ぐらい前、結構近づいてきてんだけど、2年後電話して、奨学金今いくらになってますかって聞いたら、2012年の時点では152万円だったのが、2014年の時点では147万円ですって言われて、もうほとんど減ってないんだよねこれね。俺も多分払ったり払わなかったりになっちゃってただろうし、あとその申請の免除も多分結局使わずじまいになっちゃったのかな、追いつかずに、うん。なんで俺が2014年になって電話したかというと、これが2014年の5月20日に電話したんだけど、その9日後、2014年の5月の29日、147万4657円全額一気にちょっと払ってきました。それはこの YouTube のおかげで払うことができたということです。だからね、この2年間でね、お金が貯まったわけですよ結局。だから2012年の頃は月2万でもきつかったなっていうのが、2年経って2014年になって、払える状態になったんですよ僕。これはもうちょっと奨学金も全部払っちゃおうってなって、でそれで電話して金額聞いて、分かった、はい、ドン持ってけ泥棒、持ってけ泥棒、もう俺泥棒、俺の方なんだけど、持ってけ泥棒ってね。もう多分だからその延滞金を免除とかも多分してない。もうそのままドン払った。もうね、その時のね、5月の29日こう書いてあるけど、その時 その銀行に行って振り込んで、でその銀行から出た時のね、晴れてたんだけど、その時の感じっていうのは僕ね、まだね覚えてますよ。あー、なんか清々しいというかね、なんかこう一個終わったというか、若い時のこの自分のこう貯めてきたこうなんかモヤモヤしたわだかまりみたいなものがこう一個こう落ちたみたいな、はあ、みたいな、なんか一個一つ、なんかこう、なんか青春が終わったじゃないけどさ、はあ、みたいな、自分が若い頃にこう蓄積してきたこうね、こう負債をこうバーンあった、はあってなったのをね、こうすがすがしくこう歩いたのをね覚えてますよ。うん、ちょっと水汲んできて。もう今ね、これだけでも50分近く喋ってるから、まあ、確実に前編後編にはなるんじゃないかなと思ってますけれども、ここからですね、ちょっとウームチョコちょっと食べていい？ウームチョコ一つ食べるわ、ウームチョコね。ということで、今僕が言ったのが、僕がその奨学金を返済するまでの顛末ですよ。ちょっと長かったけどね、うん、途中ちょっとややこしい話とかもあったけど、まあそれ人それぞれにね、奨学金人生、奨学金ライフがあるわけですよ。
だ奨学金借りた人に言えばいろんなその自分の奨学金のこう人生が出てくるから、もういろんな人にちょコメント欄にもさ書いてほしいね、その私は奨学金今返してますとか、会社終わりましたとか、これから借りようかどうか不安ですとかさ、いろいろ思ってちょっと書いてほしいんだけど、ちょチョコいただきます。